じゃあ何番始めて。いや内容全く。いやその感じでいこうじゃ。はい、今日の企画何かわかんないですけど、僕何も。まあ大体当てて。あ。バッティング講座スラッシュ編です。すげえ。ちゃんと文字郎チャンネルのコメント欄チェックしてるんで僕も。ってことで僕はスラッシュを見せることはありません。はいはい、自分がどうやってやってるかとか意識してるポイントとかっていう、まあ、考え方とかっていうことでね、どういうふうに意識してやってるかとっていうところを、まあ、少し僕が考えてるところをお話できたらなと思うのでよろしくお願いします。まず自分の立ち位置というかから話していくと、まあ、これちょっと見えづらいんですけど、ここが左バッターのインのラインの一番後ろの線のところなんですけど、自分はまず構える時に一番まず後ろに左足を置きます。で、まあ、いろんな構えあると思うんですけど、例えば平行に構える人もいたら、まあ、オープンに構えてる人もいたり、まあ、たまにこうクローズでこうやって構えてスラップする人もいると思うんですけど、オープンで構えます。まず足の幅は肩幅ぐらいで構えてます。下半身は結構力入れてます。下に力を入れてて、構える目の視線の高さっていうのは基本的にちょっとかがみます。最初から高いとかではなくて、僕はもうこの目線から上にも下にもあまり動かないようにしてます。なんでかっていうと、やっぱりどうしてもスラップって動きながらやるんで、目線がこう上下しちゃうとボールも見づらくなって、捉えづらくなるので、僕的にはあまり目線を変えないこれぐらいにしてます。でこっからこのまま行くんですけど、足の運び方はやっぱりよくスラップっていうのは走りながら打つ、そのメリットとして一塁ベースに早く到達できるっていうのがあると思うんですけど、僕はそれ考えてなくて、一塁に早く到達することも考えてない。どちらかといったら三遊間サードとショートの間にライナーゴロ打つと、ショートの頭の上を落とす、ショートの頭の後ろ、まあ、だからレフトの前ですよね、レフトの前に、まあ、ポテンヒットというか、まあ、ライナー性を基本的に毎回狙ってます。で僕が打つ時に意識しているポイントは、構えて、まあ、足の運びはまず前にはここには行かないです。スラップする方は前に行くと思うんですけど、こういう風に行くのが普通だと思うんですね。左足を前に出してそのまま走るみたいなっていうのが普通だと思うんですけど、僕はどちらかというと後ろに引きます。で後ろに引くときにちょっと分かりやすく言えば、お尻をこっち側にひねります。股関節側にこういうふうに前に行くんではなくて、ピッチャーが投げそうなときにこっち側にグッてこう足に力を入れます。でこの状態で固定します。で手なんですけど、スラップするときにこうこっち側真ん中の方を開ける人とかもいると思うんですけど、僕はつけます。こうしてつけます。でバットの位置はだいたい肩の高さぐらいにします。やっぱりこの手を一番大事にしているのは体から絶対離さないことですね。で体から離すとどういうことが起きやすいかっていうと、打つときに回転動作多分加えると思うので、体から手が離れちゃうと回転したときにバットがこう大回りしやすいので、僕はそれを減らすために基本的に肩の近くにバットは左手右手こういう風に持ってます。で打つ時に意識しているのは、基本的にスラップってこう前の方で打つと思うんですけど、僕ベースの後ろ、まあ、キャッチャーが構えてるキャッチャーミットらへんですね、打つように意識してます。でなんでここで打つかっていうと、一つ目としては、前で打つとバットが返ってしまうと、この時点でこの方向っていうのはセカンドとか一塁とか、まあ引っ張り方向にバットが出て、あっちに打つのって多分ほぼほぼこの面が向いてると無理なので、基本的にバットは返したくないんですね。でスラップする時にストライクゾーンとか基本的に狙うんですけど、ボール球をなるべくやらないように、カウントをこっちに有利にするために最後までボールを見たいので、この後ろ側でスラップはします。振る時に、振るというよりも僕は意識してるのは、この肘の位置をしっかりこの前に出していく。まずで出していく時に肘を出すと、このバットここ見てもらったら分かると思うんですけど、後ろにこう行くんですね、肘が前に行くと。でしっかりこのヘッドの方を後ろに倒して、体の後ろから通って後ろ、ここですね、さっき言った後ろ側でしっかり面を向ける。でこのままレフトの方向に向けて振り切るっていうよりも、ここで終わります僕のスラップは。これが僕も悪い時は
例えばこう言ってもここでこういうふうに返してしまうとレフトの方向には打つことができないので意識して後ろでこういうふうにですね、これだけですね、これをして肘を出す、で面を向けてボールにコンタクトしていくようなイメージで振ってます。イメージはこうではなくて頭の上ら辺で終わる感じですね。なんでこれを意識してるかっていうと最後の最後まで面をピッチャーより右側に向けないためにこういうふうに意識して返さないようにしてますちょっと待ってここは無理どうしてもあの方向を狙ってしまうんだよなそう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 。はい、こんな感じで意識して、まあ、スラップなりスラッシュなり、まあ、そのスラップとスラッシュってこう、まあ、スラップは叩く、スラッシュは多分基本的に浮かしてこう外野の間に打つことを多分指すと思うんですけど、分けてやってるわけではなくて出す時に上から叩かないです。絶対にこういう形になって上がってもこういう回転かかって上がるんで、こういう回転かかるあのフライっていうのは滞空時間長いんで外野の前に落ちづらくなるので上からはやれないです。手首の返しはこんな感じで手の甲をピッチャーの方に向けて向ける感じでやって平行に出して、ここに当たってどちらかといったらドライブで外野の間に落ちたらいいなっていう感じですね。でそれが下に当たればゴロですし、真ん中ならライナーで、ここなら多分僕こうやって出してるんでちょっと上側にボールの上を当たると多分ドライブかかるんですよ。ちょっとヒットになりやすいなって僕的に感じてるので、こういう風に意識してやってます。はい、以上です。いかがだったでしょうか。こういった技術動画ね、とても参考になると思うんで、また宇根選手だけではなくいろんな選手がいろんなバッティングしてると思うので、気になったらコメントとか何でもいいんでください。編集長はすぐ撮ってくれます。今回は終わりで、じゃあ